アレルヤ今日私は創世紀一章26節から28節の御言葉を通して尊いアダムの創造という題名で御言葉を語りたいと思います神様は宇宙万物を御言葉によって作られましたその創造されたすべての秘蔵物の中で一番偉大な作品が人間であります 有名なシェイクスピアがこう語りました。人はとても偉大な作品だと。また理性はとても尊ばしく。またその形と動きはどれほど明確で素晴らしいものだろうかと。また天使のようであり、理解の力は神のようだと。 また万物の霊長であるとシェイクスフェアが語りました。ここで万物の霊長という単語が出てきます。万物の全ての天地万物の霊長として一番偉大な存在として人間を立てられたということです。ヘブル語でその人間がアダムですね。このアダムという単語の語源を見ると 赤いという意味があります赤い、えー。その語源から出た単語の中でアダーマーという単語があるんですけれどもそれは土地土という意味があります。アダムを土で作られましたよね。ですからその土赤い土によって作られたものであると人間であると。ですからアダムと言います。アダムと。 このアダムという単語は尊い存在の人間を意味してもいますけれどもまたその人間がどれほど小さな醜い存在なのかも見せています神様が息を吹き入れられましたよね霊を下さいましたしかしそれを失ってしまったわけです人は神様のから与えられた霊を失ってしまえば土に等しい塵に等しいものであるということなんです しかし私たちが御言葉をしっかりとつかんで神様が私たちを作られたその存在する目的を成していく時にその人は神の形にかたどられるものとなることができます。第2第ペテロ1章4節を見てください。その栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ、 神のご性質に預かるものとなるためですと語っていますね。神様のご性質に預かるもの。神の性質に預かるものとなるため。私たちを創造されたわけです。どれほど特別な、尊い存在でしょうかでは、アダムがどのような存在なのか見てみたいと思います。まず一番目に、アダムは生きたものとなりました。アダムは生きたものとなったと。 聖書では、えー、アダムは生きたものだと語っておりません。アダムは生きたものとなったと語っていますね。生き物となったと。私たちも生きたものと変えられなければいけません。御言葉によって、聖霊によって、私たちは生きたものと変えられなければいけないわけです。この生きたものとは何かというと、ヘブル語でネペシ・ハヤと言います。 これは生きていると。早というのは生きているという単語です。また、ネペシというのは、生きがあると。また、命がある。また、食欲がある。そういう意味があります。いろいろな意味があるんですけれども、ネペシ・ヤというのは、生きている例であると。生きた例だという意味になります。この魂というのをネフェシと語りましたけれども、 このネペシというのは息、命、欲求そういうものなんですけれどもこれがどこから出たのかというと喉から出ました喉。なぜこの霊魂,魂をですねこの喉という単語から作られたのかと面白いんですよね。古代の人たちはこの喉で息を吸って食事をして。 そうやってえ考えたのかもしれませんけれども、このネペシというのは何かというと、欲のあるものという意味です。欲のあるもの。しかし、そのような単語をつく使って、アダムは生きたものとなったと語られているわけですね。私たちはこの欲が問題なわけです。 人間は欲によって罪を犯して争ってそうやって暮らすわけですよねしかし聖書ではその欲が堕落したために問題になったと悪になったということを語っています神様が最初に想像された時にはこの欲というものが悪いものではなかったわけです神様がこのように 想像されたのは神様が私たちに対すするその愛があったたわけです私たちを作られる時にはロボットのように作るのではなく自由の意志を持ってあ歩むことができるそういう人間として作られたわけです。神様が与えられる祝福を受けた者として暮らすようにされたわけです。 例えばエデンのそのというその一つの囲いの中にですねいろいろな木を木々を作られましたそしてその木の実を好きなように食べてもいいとしかし善悪を知る木の実だけは食べてはいけないと語られましたよね創世記2章9節を見ると神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた その中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせたと語っています。いろいろな良、えー、い木を与えられました。多くの種類を作られたわけです。人々はみんな食欲も、また好きなものも違いますから、自分に合うものを、えー、食べることができるように、いろいろな木々を いさせてくださったととうことなんですね神様の愛を示していますしかしこの16節から17節を見てください。創世記2章16節から見ると神である主は人に命じて仰せられたと。あなたはその喉どの木からも思いのまま食べてよいと。しかし17節に善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとあなたは必ず死ぬと語られていますね。神様は御言葉のその え囲いを囲ってですね、エデンのそのを設けられました。10のうち、例えば10のうち、1つのその木のほか、すべての木は食べてもいいけれども、この木だけは食べてはならないと。そうやって命令されたわけです。その1つだけ守れば、その人はエデンのその中で永遠に。 祝福を受けながら生きることができたわけです。ですから神様は、ネペシハヤ、生きた霊として作られたわけです。しかし、ここにどのような意味があるかというと、この食べてはならないというこの命令をくださいました。神様の命令ですよね。では、 私たちはその木を食べたいなと、どうしようかと思うことがあるわけです。欲があるために、その木について関心を持つわけですよね。しかし、神様がえー求めておられないものは、神様の命令は守ろうとする、そういう意志を持つことを神様は求めておられたわけです。そういう時に、え、ー 誠の愛が芽生えることができるわけです。人が愛するときに選択の自由がなければどうやって愛すことができますかあなた、この人を愛しなさいと。そうやって命令されてロボットのようにされたならばどのようにして愛することができますかしかし神様は私たち人間に自由な意志をくださいました。善悪を知る木の実を食べることもできるようにオープンしてくださったわけです。しかし食べてはならないと。 語られましたよね私があなたに求めているのはこの一つの木を食べずに他のものを食べることであると私のことを愛するならばその御言葉にその命令に従うかどうするのか従順するのかどうなのかを確認するためにこのように与えられたわけです神様は確認することを求めておられたわけです神様は私たちを想像されて 私たちを通して誠の愛を受け世の中の誘惑が多くても神様を求めて神様を選択することを求めておられました神様のことを選択することを望まれながら栄光を受けようとされたわけですですから人間を創造された理由は神様の栄光のために創造したと語っていますねイザヤ43章21節を見ると 私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えようと。神様を賛美し、神様に栄光を捧げるために作られたのが私たち人間であるということです。神様の御心に従順して、自発的に自ら,自ら神様を愛して神様に栄光を表すことを求めておられたわけです。 1> 第1リント10章31節にも語っておられます。あなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいと語っておられますね。また2番目に神様が私たちこの宇宙万物を作られたその目的は何かというと人間の幸せのためだと語っておられます。私たちの幸せのためにこの宇宙万物を作られたと語っています。 人に幸せという祝福をくださいました。しかしこの幸せというのもえ私たちはネペシュです。欲がある、そういう人なんですけれどもその幸せはどのように来ますか選ぶ自由がある時に与えられるわけですね。神様に栄光を表すことと私たちの幸せの間に命令をくださいました。善悪を知る気の実を食べてはならないと。 その命令に従えさえすれば永遠な幸せを味わうことができるようにされたということですしかしこのサタンの嘘によってアダムが罪を犯し堕落してしまいました私たちが教会に来てみても教会には多くの人々が集まっていますああいう人もいればこういう人もいます ああいう人ことを好きな人がいればこういう、こういうことを好きな人もいます。いろいろなそういう種類の人がいるわけです。しかし、私たちは御言葉の中にあるならば、イエス・キリストの中にあるならば、そのすべての多様な人を、さまざまな人を神様は喜んで受け入れてくださるわけです。しかし、一つだけ。 私たちは善悪を知る木の実を食べてはいけないということです。御言葉を学んで、この善悪を知る木の実は何なのか、神様の御心は何なのかを悟って、その御言葉に従って歩まなければいけません。そういう時に、まことの幸せを分かち合うことができるわけです。目示録4 10節を見ると、24の長老がみ座について見前に比例しているわけですけれども、 その自分の冠を神の御座の前に投げ出していったと語っています。神様の御座の前に自分の冠んむを捨てて投げ捨てて拝むわけです。この冠というのは王の権威を意味しています。しかしこの24の長老はその自分に与えられたその王の権威、この冠を神様の前に自ら投げ捨てました。神様の前に投げ出して 神様の前にひれ伏して拝んでいるわけです。それが神様から求めておられる誠の礼拝です。私たちにすべてをくださいました。自由をくださいました。しかし、御言葉に従って、御言葉に逆らうことは行わず。ただただ、御言葉に従いながら、神様に栄光を表しながら、従順して歩むこと。それが誠の拝み、礼拝であり、また、 栄光を表すす行動でであるわけです神様は私たちの父です。ならば父に従って似たものとして愛のが私たちの目的です。例えばお父さんが肉を好きだとするならば私たち子供たちも肉を好きなのが当たり前なわけですよね。また例えば愛する人がある趣味があるとするならばその恋人も同じ趣味を持っていくことになるわけです。 自由な意志はありますけれども神様を愛するからこそ神様に合わせて愛むことになるわけです。それが本当の愛ですよね。大きな2番目にアダムは個人的なアダムと集団的なアダムがあります。個人的なアダムと集団的なアダムがあります。今日の本文創世紀1章26節から28節を見ると 人という単語が多く出てきます。この人と語られているすべての単語がこのアダムという単語ですね。ヘブル語で人を,か人を意味する単語が多くあるんですけれども、ここではアダムという単語ら使われているわけです。しかし、ここでは今、アダムは単数で語られていますけれども、 しかし、あるところでは複数形も記録されています。例えば、27節を見ると、神はアダムをご自身の形として創造されたと。神の形として彼、アダムですね、アダムを創造し、 男と女とと女に彼らを創造されたと語っていますでここを見ると、えー、彼らという単語が出てきますよね。男と女に彼らを想像さ,ととされた。彼らというのはアダムという単語です。アダムですから単数形もあり、また、えー、複数形もあるわけです。男と考えるかもしれませんけれども、女もアダムです。 どういうことでしょうかこれは個人的なアダムもいれば集団的なアダムもいるということです第1コリント15章45節から47節を見ると3人のアダムが出てきます最初の人アダムがいてまた2番目の第2の人が出てきてまた最後のアダムがいますねこれをどうやって理解するべきでしょうか 1> 第1のアダムはエデンの園で暮らしていたアダムを意味しています。また第2のアダムは処輪されたイエス・キリストを意味しています。また最後のアダムは再臨される種を意味しています。この1番目2番目と3番目、最後のアダムは同じ人ですけれども、最初のアダムは違うものですよね、違う存在です。 ではなぜこのように3人のアダムを3つのアダムを語られたのでしょうかこの最初のアダム個人的なアダムは代表です。最初のアダムを作られたのは人類の代表として立てられたわけです。そしてその代表であるアダムを通してアダムと同じように神様をしっかりと信じる生きたものを作ってこの地球がその神の御子によって満たされることを望,め望んでおられたわけですし。 命令に従うことはできず最初のアダムが堕落してしまいましたその結果2番目の第2のアダムが来られたわけですよねイエス・キリストがイエス様が来られて人類の代表として神様を信じる子供たちを選び呼び寄せて御言葉を教えられましたそして結局その初輪の時何人が残りましたか五巡節の時に 120人の弟子たちがいました。その120人が聖霊を受けて全世界に出て行って福音を述べ伝えましたよね。そしてパウロやペテロやそういう弟子たちは力を得て、主のようなそういう力を得て奇跡を起こし、死んだ者も復活させるようなそういう力を得ました。そしてイエス・キリストのような姿を持ってそういう存在として働いていたわけです。 この120人が初輪の時の第二のアダム集団的なアダムとなったわけです。では最後の時にはどうですか全世界に神様が選ばれた救いを受けた全ての民が主の再臨の時にこの形にかたどった大きな集団的なアダムとならなければならないということを意味しているわけです。 ですから第一コリント1二章中二節を見ると体が一つでもそれに多くの部分があり体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるようにキリストもそれと同様ですと語っています皆さん私たち体は一つですよねしかし死体は多いわけです人も手もあれば足もありますしお腹もあります頭もありますいろいろな死体がありますけれどもこれは一つの、えー 体なわけですよね、一つの体。そのように、キリストも同じだと語っています。キリストも一つであると。例えば、イエス様は頭であります。頭ですよね。私たちはその体です。その足でもあれば手でもあります。それをすべて一つとしてキリストと語るわけです。私たちがイエス様とつながっているならばすべてキリストなわけです。キリスト。 イエス・スキリストの中にあるという意味ですね。ですから、主が来られるときに主が私たちの頭となられ私たちがその地体として一つとなるならば最後のアダムを成すことになるわけです。私たち一人一人が主と共に一つとなって集団的な最後のアダムにならなければいけないわけです。 第一コリント十二章十三節からを見てみてください十三節に私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受けそして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたのです確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官からなっていますと語っています教会にもいろいろな人がいますさまざまな人種がいますしかし一つだということです 役割はいろいろとありますけれども、一つなわけです。皆さん、どうですか人というものはあなたよりも私の方が上だとか、私の方がもっと多く働いているとか、比較するわけですよね。争います。各自持っている役割と位置があるのにもかかわらず争うわけです。しかし、それは間違っているんですね。 1> 第1コリント12章21節を見てください。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということもできませんと語っています。すべて同じなわけです。重要なわけです。ただ、頭はイエス・キリストです。例えば、申し訳ない話ですけれども、誰かが校門としての役割も果たすべきなんですよね。皆さん、校門。 私はそれしたくありませんと。誰もそういうけがれたことをしたくないわけですよね。皆さん、認められないこと、誰かにえか見てもらえないこと、やろうとはしません。しかし、神様はその役割を必要だとされています。目的に従って人々を作られたわけです。第1コリント12章、22節から23節を見ると。 それどころか体の中で比較的に弱いと見られる期間がかえってなくてはならないものなのですと。また私たちは体の中で比較的にたっとくないとみなす期間をことさらにたっ飛びますとあります。私たちの考えではですね、あ,あの人は汚いとか臭いとか。でもそれも重要なわけです、皆さん。例えば、 肛門がです、ね、ストライキを起こしましたしまたたら皆さん、便秘になるでしょう。お腹も痛いし、もうすごいひどいことになりますよね。ですから、すべてが重要なわけです。すべてが必要なわけです。神様が想像されたことはすべて必要な存在です。ただ、一つの体とならなければいけないということ。神様の霊を受けて、 一つの頭の指示に従って働く、従順する、そういう体とならなければいけないわけです。体が頭につながっているのにもかかわらず、他の命令を受けてはいけないわけですよね。同じ頭から同じ霊が出て、その霊を受けて従順して歩むならば、私たちは一つの体となることになります。あの人嫌だ、この人嫌だと。 そういうことを言ってはならないんですね。24節と25節を見てください。格好の良い期間にはその必要がありません。しかし神は、劣とったところをことさらにたったで、体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためであると語っていますね。私たちの考えでは、汚れていると。 汚いと思うかもしれませんけれども神様はそう思ってないわけです。神様はすべてがキリストだと。頭が,頭がキリストならば手もキリストです。足もキリストです。頭が最後のアダムならば人の手もその足,足もすべて最後のアダムなわけです皆さん。どれほど感謝なことですか、皆さん。私たちをすべて 選ばれてこのように呼ばれました救いをくださいましたそして一つのアダムとして一つの人として一つの集合体体として私たちを選ばれたわけですその最後のアダムが創造された時に救いの競輪が終わるわけですそれが想像の完成です終わりです愛する皆さんこの教会の中では あの人たちはあっち側、こっち側、そうやって争ってはいけません。私たちは同じ体です。一つの体です。イエス様がこの世に来られた目的もそれです。神様が選ばれたその民、子供たちを一つとするために来られたわけです。そしてそれがどのようになされるかというと、ヨハネ16章7節を見ると、ヨハネ16章7節を見ると、 私は真実を言いますと。私が去っていくことは、あなた方にとって駅なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わしますと語っていますよね。鳥の時、イエス様がこのように来られました。そして御言葉を教えてくださり、神様の形はどのような形なのかを示してくださいました。その次は、 イエス様が去っていかなければいけないんですね。なぜならば、私たちの目の前に主がいるならば、ずっと主に頼って歩むわけです。主がやってくれるだろうと、そうやって言いながら頼るわけです。しかし、イエス様が去っていかれることによって、その助け主、聖霊が私たちの中に入ってこられたわけです。ですから、去ることが私たちにとって有益だと語っているんですね。この 駅であると、有益であるというのはギリシャ語でシンペロという単語です。その意味は何かというと、一緒になる、結合するという意味です。イエス様が去ることが私たちを一つとして結合させることであると語っているんですね。一つとなることがイエス様が手に昇られた働きであるわけです。その時に精霊が、助け主が私たちの中に来られて、 手,の手も足も頭が指示する通りに動くことができるように、えー、してくださったわけです。それが私たちの創造の目的であるということを信じてください。ですから私たちは一つの体として結合して神様に栄光を表す皆さんとなることを主の皆をとって祝福いたします。それが私たちを創造された目的であり、神様の栄光であり、 私たちの幸せの源であるということを信じてください。祈ります愛する血なる神様、感謝いたします。今日も聖なる主の日、主の宮に集って礼拝を捧げ、神様の礼を受けることができるようにしてくださり、一つの体として最後のアダムとなるよう導かれ、感謝いたします。今日も与えられた御言葉を信じ掴んで お互いに愛し合いながら、ただ私たちの頭となられるイエス・キリストの霊を受けて、指示される通り、従順して愛無信徒となることはできるよう導いてください。お互いに自分よりももっと尊きものとして考え、また他人のことを考え、愛し、一つとなることはできるよう導いてください。また各自役割が違い、また いろいろな種類があったとしてもお互いに尊敬しながら歩むことができるよう導いてください父なる神様の霊によって満たされた教会として神様が喜ばれることを私たちも喜びまた神様が嫌われることを私たちも嫌うそういう信仰を持つことができるよう祝福してください24の長老のように神様の前に冠を投げ捨て拝むことができるようどうか導いてください 全てを祈った通りなされることを信じてイエス・キリストの皆によって説明をお祈りします。アーメン